はい、どうも、トラキチの無課金覇王ロード阪神受精編です。今日でログインが、1339日目ですね。はい、現在2023年2月15日の、15時35分なんですけども、今回ですね、ちょっとお知らせの方からねご覧いただきたいなと思うんですけども、ガチャが来ましたね。スカウトで10連福袋、エースランク選択契約書来ましたね。これ僕ねだいぶ悩んでたんですけども、やろうかなと思ったんですけどね、ちょっとまあエナジーの関係上もありますし、まあやりたいのは山々なんですけどね。通常でもね結構エースランク持ってない選手結構ねいますんでね、大山選手、近本選手、岩崎選手、西選手とかね、そのあたり、まあ、今回追加されたあの岩沢選手もそうなんですけども、非常に欲しい選手いますんでね、やろうかなってだいぶ悩んでたんですけども、ちょっと今のところ、まあスルーしようかなと、まあ、気が変わってねまたあの何日後かにやるかもしれませんけども、とりあえずはあのスルーします。はい、で選手追加、今言いました、S ランク中継ぎ、 A ランク野手で、 S ランクは岩沢選手ね来てますね。はい、岩沢選手も欲しい選手ですね。はい、で A ランクが阪神は木浪選手来ましたね。はい、でイベントが俺の球場飯ということで S ランク契約書がありますね。はい、一応まあ報酬の方一応見ていきましょうか。ここですね。はい、まあエナジーありまして、A ランク契約書、 A ランク自チーム契約書で3300ポイントに S ランク契約書ありますんでね、これきっちりいきたいなと思います。はい、ぜひね阪神の選手出てほしいなと思ってます。はい、でまあ最後にね、あの契約書、あの S ランク確率 10% 契約書3枚ありますんでね、そちらも開封したいなと思います。はい、でその前にですね、最強決定戦スピちゃん記念大会、今回ね阪神はこのあのルーキーリーグに、まあ、初めてですけどね参戦しまして、現在3日目の第2節かなまで、結果出てますんでね、そちらの方をご覧いただきます。こんな感じです。はい、現在411位ということで非常にいいですね。はい、いや思ってたよりも全然上の順位でね推移してますんで、ちょっとびっくりしてるんですけども、まあそうですね、もっとダメかなと思ってたんですけども、意外や意外結構いいところにいますんで、まあこのままねちょっとねいい感じのところで、まあ、ない目標ないとかもね初参戦なんで全然なかったんですけども、まあ今のところ411、まあ、月曜日俺340、火曜日段階で636ということで、まあ、現在411位まで上がってますんでね、まあ、これはもうちょっと期待できそうというか楽しめそうなんでね、まあ、非常に良かったかなと思ってます。はい、でまあ戦績の方もざっとねご覧いただきたいんですけども、まあ掛布さんですね、3割3分2厘で、近本選手までが3割打ってるっていう感じですね。はい、まあ、ホームランの方は、バース選手、バースさんの13本と金本さんの13本ですね。はい、いや頑張ってくれてますね。はい、でピッチャー陣ですね、もう不適正ばっかりのピッチャー陣なんですけども、青柳さん、中継ぎでね青柳選手出てるんですけども 2.91、 6勝1敗5ホールドということで素晴らしいですね。はい、あと井川選手ね、井川さんも抑えの井川さんなんですけども、まあ、1勝3ホールド15セーブということで、まあね非常に変わった感じなんですけども、まあよく頑張ってくれてるかなと思います。はい、まあ50試合終わって36勝14敗、防御率 4.23、 本塁打76、打率2割8分5厘で、現在、水曜日の第2節終わりですかね、段階で411位にいますんでね、これはもう非常に思ったよりも楽しめてるんで嬉しいなと思ってます。はい、よかったです。はい、それでは最後に、S ラン確率 10% 契約書ね、3枚ありますんで、そちら3枚いっぺんに開封したいなと思います。まずこれチャレンジカップのやつと、でマンスリー感謝祭のやつが2枚ありますね。これですね。はい、今日もらったやつですね。はい、S ランク確率 10% 契約書3枚開封しますんで、もうぜひね S ランクできれば阪神来てほしいなと思ってます。いきます、お願いします。阪神来い、いや S ランク来いよ、まず応援する。来た、はい、いいですよ、阪神来てくれ。さあ S ランクが来ます、阪神頼む。名前来るか、 S ランク、さあ来い。おー、糸原選手、いきなり阪神の A ランク来ましたね。はい、糸原選手結構ね A ランク持ってるんですけど、まあまあいいです。はい、 S ランク阪神お願いします。あ、来た、おー宮城選手か、オリックス戦
オリックス来たよ。まあまあまあいいです。はい、もう一枚エスランク来るかもしれません。来い。あ、エスランク宮西選手。はい。まあまあでも3枚中ね1枚 S ランク来ましたんでこれは良かったですね。はい。で A ランクでね阪神の糸原選手も来てますんでまあこれは非常に良かったかなと思います。はいはい。まあ今回こんな感じですね。ちょっとね選択契約書未だにちょっと悩んでる最中なんですけどもまあうん、そうですね。まあちょっと考えますまたね。はい。で最強決定戦ねルーキーリーグまあ現在ね411位ですか。結構いいところいますんでねちょっとびっくりしてるんですけどもまあ楽しめそうなんでよかったかなと思います。まあ球場飯も頑張ってなるべくエナジー使わないようにしてねまあエナジー使わんでもいけると思うんですけどもなるべく使わないようにして累計きっちり取りたいなと思ってます。はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上トラキチの無課金ハオーロード阪神純正編でした。